はい、来ました。これがほぐし辛味チキンのカピリ、冷製カピリエでございますね。こんな感じですね。なるほどなるほど。来ました、サルシッチャのグラフでございます。はい、来ました、定番のポップコーンシュリンプですね。来ました、イタリア風もつ煮込みでございます。こんにちは、そしてこんばんは、ウミスケ調理師のお食堂です。まずは乾杯ですね。乾杯。ああ最高。ということで選挙に行ってきました。期日前投票ですね。投票に行って外食するんだということで、今日はサイゼリヤさんにやってきております。懐かしいですね、モーニング娘。はい、本日サイゼリヤさんにやってきたお目当てはこの季節限定の冷製パスタを食べにやってまいりました。冷製パスタ自体はね、割と数年前から毎年出てるんですけども、ここは正直に言うと私あんまりいい思い出がないんですよ。すごく美味しかったなとかそういうのはなくて、まあサイゼリヤさんのすることですからまずくはないんですけどね、まあ言うほどでもないなっていうような感じなんですよね。サイゼリヤさんのスパゲティってまあ安いのは300円で食べれますし、ほとんど400円で食べれるところ、冷製パスタ大体いつも500円とか600円なんですよ。でその割にはっていう感じだったんですけども、今回サイゼリヤさん市場で初めてランチに冷製パスタを持ってきたんですよね。でその動画はもう視聴者の皆さんにお届けしてるんですけども、この動画の説明欄にもURL 貼っておきますので、まだの人はぜひ見ていただきたいですが、でこの言い方は失礼になるんですけどね、想像よりも今回のランチの冷製パスタ美味しかったんですよね。ということで今年の冷製パスタは期待できるんじゃないかということでやってまいりました。来ました、イタリア風もつ煮込みでございます。もう食はね、まあ、ご存じとおりおじさんなんで、まあよくね立ち飲みにも行くんですよね。立ち飲みでちょっと贅沢な方のおつまみでよく飲んで食べるのもつ煮込みなんですよね。もちろんこういうもつ煮込みとは全然ちゃいますけどね。サイゼリヤさんのもつ煮込みはまあまたこれはこれで美味しいんですけども、僕味がよく知ってるので最初にグランモラビアチーズと追いオリーブオイルをやります。まあもちろんね、初めて食べる方は一度そのままで食べていただいてからになりますけども、好みの問題なので、立ち飲み屋のもつ煮込みに慣れてる人にはちょっとねそのままだとパンチが足りないので、オリーブオイルで風味を足してグランモラビアチーズでちょっと塩気を足してみたいなところでね、うん、うまい、うん、うん、なんだろうな、うん、トマトはね、もう
詰められたような感じの風味がありつつも、お豆さんとね、このもつの肉いい絡みしてます。ワインが欲しくなりますね。まだちょっとワインで早いからな。冬だとね、まあビール一杯ぐらいでワインに行くんですけどね、もう今日もまあこれで撮ってるの梅雨まだ明けてないんですけど、結構今日も暑くてバイトの帰りは体がほてってるんで、もう一杯ビール行こうと思います。はい、来ました。定番のポップコーンシュリンプですね。これあくまで私の感想でエビデンスはないんですけども、やっぱりこう数減ってるよね。昔もっと多かったと思うんだけどな、まあ、値段を上げないで数を減らすというやり方なんだろうな。あーうまい。これはもうビールでもないもんね。どっちでもめちゃめちゃありますが、私としてはビールかな。うん、ここは想像なんですけど、多分ねサイゼリヤさんの厨房ってフライヤーないと思うんだよね。だからこれはまあ工場商品で工場では揚げてると思うんですけど、冷凍で届いた後は多分ねジェットオーブンとかで焼いてると思うんですね。なので割とヘルシーな商品なんですよね。油落ちてると思う。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。来ました。サイゼリヤで一番売れている食べ物、辛味チキンでございます。なんか辛味チキン個人的には久しぶりやな。まあね、居酒屋で生ビールと唐揚げを食うようなもんですから何の違和感もないんですけどね。まあ皆さんご存知だと思いますが、ちょっと前まで5個だったんですよね。それがね、まあ鶏不足という理由ですけど、鶏不足というよりまあ価格の高騰だろうね。本音のところの理由は4個になりました。はい、このね油の浮いたぷくっとした感じがもうたまりませんよね。うまい。いやー来ました、サルシッチャのグリルでございます。これがね、西洋わさびのソースだったかな。いいですね。まあ簡単に言うとイタリアのソーセージですけどね。はい、いかがでしょうか。ちょっとカットしましたから、美味しそうなこの焦げ目がね。まずはこの西洋わさびのソースをつけないでこのままでねいただいてみましょう。断面こんな感じ。あ、断面もなんか肉汁が光ってますな。あ、うん、あの日本のソーセージとはあく雰囲気違うんですけど、うまいです、これ。うん。なんだろう。なんか香りが強いですね。それも嫌な香りじゃなくて、なんだろうね。ちょっと凝った香りがするよね。うん。うん。このままでも十分美味しいですね。うん。白ワインのデカンタショーをいただきました。まあね、イタリア風のソーセージですか、セオリーでは、まあ、赤ということになるんでしょうけど、まあ、私今日は白の気分なんで白でいきます。うん、まあ人様が決めたセオリーよりも自分の飲みたいものを飲むのがいいよね。はい、そうしましたら西洋わさびのソースをねつけましたよ。どうでしょうね。あ、
これもいいな。うん、すごいさっぱりしてる。うん、あ、なんだろう、ちょっと変な例えですけど、マクドナルドのピクルスを思い出すね。はい、来ました。これがほぐし辛味チキンのカピリ、冷製カピリでございますね。こんな感じですね。なるほど、なるほど。あ、本当ですね。これ多分辛味チキンのあの太ももの方のタイプをほぐしてるんでしょうね。うん、前もこのような商品がほぐすやつがねありました。何かちょっと忘れちゃいましたけど、美味しそうですね。それとワインに合いそう。あのランチで前にそのランチのメニューを紹介した動画があるんですけども、その時にランチでね、小エビのサラダのこういうのがあったんですよね。こういう冷製スーパーの上に小エビのサラダが乗ってる、まあそれももう全くチキンになっただけですね。ですからこれドレッシング、サイゼリアドレッシングもかかってますもんね。多分ということはこれランチで食べた冷製パスタと同じソースが麺に絡めてあるんだと思います。まあそれは今思ってるだけで食べてみないと分かんないけど、これうまそうやな。辛味チキンをほぐしたやつにサイゼリアドレッシングをかけたという感じですね。それでちょっと冷えてるという感じ。あ、うまい。あ、うまいですね。うん、うまいし、冷えてるから、あの辛味チキンみたいな、ビールというよりワインやる。うん、ありですね、ありあり。このほぐし辛味チキンが乗ってることによって非常にボリューム感じますね。女の子だったらこれで十分お腹いっぱいだと思う。まあまあおじいさんはよく食べるんだよね。まあこれを締めていろいろ食べてから、まあ、今回みたいな感じになるんですけどね。じゃあ麺いってみましょうかね。うん、おいしい。あのランチの冷製パスタと同じあのソースですね。あのイタリアと和風の何て言うの、イタリア風だしと和風だしを合わせたような味。なんかね、優しくて強い味じゃないんだけど、うまみはでもちゃんとありますよね。うん、まさしくサラスパですね。うん、ちょっといいサラダスパゲッティみたいな感じでしょうかね。美味しいですよ。うん、うん、これはたまにリピでいいと思う。ほぐし辛味チキンの冷製カプリーニ、思ったよりって言うと失礼ですけども、まあ正直なところ思ったより美味しかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。